CM だもんね。ハッピーニュー、あ、違う、明けましておめでとうございます。大丈夫ですか、私は。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ナノユニバースメンズバイヤーの福島英介です。アシスタント MC の広瀬美香です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はい、本年もよろしくお願いいたします。本年もどうぞよろしくお願いいたします。もう開始早々、新年早々、はい、カミカミティアムですね。あれは使われないんで大丈夫です。これ大丈夫ですか。多分、使われない。多分大丈夫です、うんうん。まあ、2019年は、はい、飛躍の年にしようかなと思っておりますので。毎年飛躍じゃないですか。心身ともに、はい、心身ともにちょっと使い方間違えましたけど、そうですね、ね、やっぱ向上心を持って、そうですね、はい、やっていこうかな。2019年第1回目の、そうですね、もうだから記念すべき2年目に突入する年ということですか。そうですね、ということですよね。今年のだから年末、9月が来たらこの番組も2年経つという記念の、まあ、記念っていうか、まあ、毎年そうなんですけど、ということで、ということで、本年一発目はですね、うんうん、まあ、1月のこのタイミングといえばですね、はい、うん、あの季節ですね。そうですね、あの季節おなじみ、はい、ファッションの祭典、はい、ピッティウオモノ。ピッティ来ましたね、もう我々の恒例の、我々も、ね、世界的に、我々のピッティではないですけど、まあ、我々の番組でも紹介している、もう何度も何度も何度も紹介している恒例の、ピッティウォモが、はい、この1月の2週目ぐらいですかね、今年も行われますので、うんうんうん、もちろん私も行くんですけれども、はい、今回も行ってらっしゃるんですね、はい、ただ今回行く1月は、うん、今年の秋冬の展示会、今年の秋冬 2019AW の展示会になるので、はい、今年のまず春夏はどうなんだいと、ほう、まあ、この冬が終わった次のシーズンですね、はいはい、2019年春夏はどうなんだいという、うん、そのピッティ考察といいますか、はい、今日やりたいなと。いいですね、まあ、タイミングをね、かぶらせてるという意味で。そうそう、だから、はい、もうすでにやってるんだけど。そうです、そうです、おさらいという形でね、はい、昨年の6月にだから行ってきた時の、うん、PT の模様を写真ベースで見つつ、はい、見つつで分かりやすいですね、トレンドを。今年こんなんどうですかっていうのをちょっとやっていこうという。いいですね、はい、恒例の回ですね。恒例の、はい、俺たちのピッティってやつですね。あ、俺たちのピッティ、俺たちのピッティ2019、2019春夏あ、タイトルこれじゃないですね。違いますよ、はい、そうですね、もうちょっと気の利いたあるじゃないですか新年一発目のタイトルコール、はい、またいいですか。もちろん、はい、じゃあいきますよ、はい、みんな気になる春のあれ、あ、間違えティアモのトレンド大予想、ね、あ、すいませんいきます。なんでこれで噛むの。いやいや、どっちからの、みんな気になる春のあれ、ティアモのトレンド大予想2019春夏。いいんじゃない、いいじゃない、いいんじゃない、気になるんじゃない、気に、何これ、何キャラ。ティアモラモーダ、早速、じゃあ、ごめん、すみませんね、さっき大丈夫です、すみません、はい、本当にちょっとその真相は未公開で。そうですね、はい、やばいね、すみません、早く、はい、早く、あ、やばい、ちょっとすげー怒ってる、すみませんでした、新年一発の亀裂がめちゃくちゃね、ほんなら行こうか、ということで、うん、写真を見ながら、はい、いつもの恒例のですね、すみません、うんうん、ティアモビジョンがちょっと諸事情により本日ご用意しておりませんので、はいはい、ニューアイテムですね、あ、これニューアイテムじゃねえか、ティアパッドですね。ティアパッドで。ティアパッド。よ、はい。クックパッド、ティアパッドっつって。新年は凍えますね。まあまあ、いつもですけど。まあ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 、はい、まずはちょっと全体感を見ていただこうかと、昨年のちゃんと使えますか。まずはおさらい。まあ、そうですね。まず、いや、おさらいというか、まあ、全体感ですか。うんうんうん。あら、おしゃれ。ね、うんうん。こういうちょっと。
まあ、ストリートスナップをねバシバシ撮ってきてるんですけれども、はいはい、うんうん、あ、これティアムさんっぽい。本当ですか。あ、ティアムさんっぽいじゃないですか。でもね、このプリントのシャツ、そう、あとこのちょっとベージュっぽいね前焼きの具合もスーツにプリントシャツで、うん、まあ、ちょっとこの人のシャツを分けてるスタイリングであったり、あの引き続きやっぱりピッティ中のこう皆さんはあの、まあ、ジャケットスタイル多いんですけれども、あのすごくね特徴も出てきてますので、あのそれは追って説明なんですが、あのなんか気になるところあったらストップしてくださいね。気になるところ、はい、ぜひぜひ、まあ、結構もう全部気になる。あ、でもこれとか気になるかも。どれですか。あ、これもいいですよね。ちょっとレトロなんですよね、うん、だからあとやっぱりクラシックの流れは続いてます。そう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 、はい、英国調みたいなところとか、そう、あのレトロっぽさとかヴィンテージ感みたいなね、そういうアイテムに落とし込まれてるのは引き続きなので、うんうん、まあ、ここで言うとねやっぱりダブルにクラシックなあのスーツっていう形だったり、うん、ラペルの形がね、うん、だ同じダブルを着てるんですけど、うんうんうん、この2人は着方がもう対照的だったりするじゃないですか。割と、うん、このこっちの方は、うん、イタリア風、そうですね、プリントシャツに、こちらの方はちょっと英国風、うん、英国風とかかっちりした ね、うん、対照的な着方なんですけど、色味もすごい面白いですね、合わせが。使ってるダブルのスーツとかっていうのはちょっと同じ部類だったりするので、まあ、そういうこの間やったキーワードは続いてますよというところとかはちょっと全体感になってくるのかなという感じですかね。あとは、まあ、スニーカーをね合わせる、スーツにスニーカー合わせるスタイルとか、ちょっとスポーティーミックスみたいなね、うん、まあ、こういうペアルックも引き続き、ペアルック素敵すぎません、ね、こういうカップルいっぱいいますから、映画から出てきた感じですね、うん、でもなんかやっぱり英国ヴィンテージレトロみたいなキーワードが引き続きだったりしてかっこいい、いいですよね、うん、あとね、そう、柄とかでいうとねストライプとかがすごく多く出てきてて、確かに、しかも太めのストライプが多いですね。そうです、そうです、うん、ワイドピッチなストライプっていうのは、うん、ちょっと今年春夏いろんなアイテムに出てたんですよ、うん、どちらかというとジャケットだけじゃなくて、うん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 、パンツもそうですし、パンツも面白いですね、はい、これね、シャツと、そう、ワイドピッチな感じですね。そう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 、ストライプ系とかでいうと、あー、かわいい、おしゃれ、多分これが、まあ、こういう、こういう感じ、ちょっとレトロなんですよねやっぱり、だから、うん、まあ、ストライプ自体のこのピッチは今違うんですけど、うんうんうん、割とはっきりしたこうピッ、なんていうんですかね、色味の組み合わせに、うんうんうん、まあ、パンツにも出てきてたりとか、うんうんうん、まあ、ちょうど去年のピッティの6月のテーマがストライプだったりしてて、うんうんうん、ちょっと建物もね、この人、これこの人とか、うん、またこうね、うんうん、あ、いいですね、みんなに挟むストライプで、この人もちょっとワイドでストライプっていうかこう、またさっきとは違う系統のストライプなんですけど、ま、おしゃれ、しかもスニーカーなんだ、足元は、そう、ここは外してるとか、割とストライプはカジュアルでもドレスでも出てきてる傾向がありまして、うん、もう本当にこういうセットアップ、うん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 、ストライプのセットアップ、上級者、カジュアル軸もいいし、ドレス軸もっていう感じ、なるほどね、はい、あとねもう一つがこう色味で言うと、うんうんうん、こうブラウンとかもすごい出てきてましたね、今年はこういう感じです、もうザ・ブラウン、なんかタバコカラーなんて言ったりもするんですけど、あ、シガーっぽいですね、そうそうそう、確かに、でチョコレートとか、あ、これ、あ、これ、これ入れるこれ絶対さ自分大好きじゃんすいません鼻水出ちゃった絶対さもう、いや 私もね、あの新年も嫌ですね、はい、茶色の、うん、新年も嫌ですねちょっとこうね、ピッティ、いやらしさがね、ピッティの話し出すと本当真面目になっちゃうんで、はいはい、まあ、これちょっとおふざけも入れようかな、はい、まあ、おふざけじゃないですけど、おふざけじゃない、もう一番の写真じゃないですかこれ、割と、まあね、そうですね、うん、まあ、ブラウンの象徴的な、どこ見てんのよあ、素敵この写真ね、これもいいですよね、うわ本当に映画の写真、ちょっと今の、あ、ちょっとまたすごいボスまで出てきちゃった俺の紹介みたいなやつ、ね、これもそうですね、もう、わ、でもかっこいいですね、佐野さんのこのチャコールブラウンっていうか、ね、ちょっと濃いめのトーンのブラウンとか、うん、僕は少し明るいちょっとソラーロっぽいスーツなんですけど、やっぱ今年は茶色系なんですか、茶色系すごくね多かった、 SS は多かったです、去年も出てたんですけど今年はちょっとバリエーションが増えたという感じです、ね、色のバリエーションが増えてきてて、あのそれこそ、あ、おしゃれ、はい、単品じゃん、アズル、お、そうです、
アズーロエマローネ、そういうことですね、ブラウンとブルーの、ね、組み合わせね、その組み合わせはもう鉄板ですね、うん、やっぱり柄とか、うん、なんていうんですかね、こうディテール、うんうんうん、ジャケットの形、スーツの形とかは英国調をちょっと踏襲してるんですけど、うんうん、色味で言うと、去年ね割とブラウンもありましたし、カーリッキとかもあったんですけど、うん、ちょっと今年ブラウンバリエーションとか増えてきてる感じ、あ確かにしますね、うん、やっぱちょっとくすんだ色というか、なんでニュアンスカラーがとても皆さん上手ですね、うん、取り入れ方が、あたり、ね、かっこいい、かっこいいですよねこれもね、少しカジュアルな着こなし方ですけど、いい、うん、まあ、ちょっとコロニアルカラーなんてここ最近言われてたんですけど、あなるほどね、建築ね、はい、はいはいはい、うん、それを建築、コロニアル建築ですよ、コロニアルは、うん、まあ、コロニーって言う、そうだよねコロニアルって植民地、ああ植民地時代に、そう、 そういう色味のものを着てた人たちから、うんうんうん、こうなんていうんですかね、インスパイアされてというか、なるほどね、まあ、だベージュとかカーキとかブラウン系ですね、ちょっとそういうのはここ数年言われてたんですけど、まあ、特に今年去年とか、すごい、ね、本当だ、こうやって見ると多いですね、うん、まあ、今ね、意図的に抜いてるっていうのもあるんですけど、でも非常に多かったです、うん、この辺は、なるほど、うん、まあ、ちょっとこういう全体感の中でちょっとピックアップしたいキーワードをまた持ってきてますので、じらしますね、はいはい、じらしますね、はい、なかなか言わない、そうですね、あのボーディング、あ、ボーディングじゃない、ボードありますので、あ、棒が、ボードが、棒じゃない、ボード持ってきてますんで、オッケー、それに沿ってご説明したいかなと思っておりますので、はい、CM の後、続きは CM の後ですね、はあ、ティアモラモーダ、じゃあ早速お待たせしました、うん、本題の方ですね、行きましょうか、はい、さっきのね、全体感のところで出てきてた、はい、まあ、ストライプとかブラウンみたいなのあったじゃないですか、うんうんうん、ああいうのももちろんいいんですよ、うん、アイテムとしてとか色として捉えるのはすごくいいのかなと思うんですけど、うん、まあ、よかった、キーワードって毎回やってるじゃないですか、はい、やってますね、去年のやつ覚えてますか、去年は英国調、うんうん、そうですね、秋冬のやつは、秋冬ね、秋冬はリラックス、違う それでいいですよ、英国調、英国調、サファリー、は春夏はねギミックギミックこれ、まあ、だからそういう、まあ、いろいろ出てたキーワードって、だから、ね、メンズっていきなり変わるものじゃなかったりするっていう話はしたと思うんですけど、そのなんか基盤というか、そうそうそう、基盤のトレンドがありつつ、そこに新しいものが加わったり、ね、入ってきたりとか、ちょっとずつ変化していくっていうことなんで、うん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 、まあ、ここ何回かやってるその辺のキーワードは、まあ、残しておいてほしいんですよ、はい、頭の中に、はい、でプラスちょっと出てきてましたよ、うん、みたいな要素が加わるっていうイメージなので、はい、必ずしもこれが正解ではないというか、解釈の仕方いろいろあるんですけど、うんうん、まあ、ちょっとナノ的にというか、僕的にちょっとこんなん、うん、良さそうですよっていうのは、うん、おすすめしたい、おすすめしたい感じですね、うん、ということでいきます、はい、ちょっとアシスタントっぽいちょっと働きをしていただいてよろしいですか、アシスタントっぽい働き、わかりました、ボードをじゃあ、はい、オープン、てれん、あ、めくんないと意味ないですね、はい、ということで1個目ですね、めくっちゃいますよ、はい、ぜひめくっていただいて、のてれん、ミリターレ、はい、ミリターレという、ミリターレって何ですか、私初めて聞きました、造語ですか、いや簡単に言うと、あのミリタリーのイタリア語ですね、イタリア語表記で言うと、そういうことなんだ、ミリターレ、はい、フィニートみたいな、あ、ミリターレ、へー、はい、ミリターレ、だから大枠ミリタリーっていう言葉ってもともとあるし、うんうんうん、そんなになんて言うんですかね、変わってないじゃないですか、ミリタリーテイストって言ったら、まあ、そうですね、パッと思いつく色味とかアイテムとかってあると思うんですけど、カーキー、ネイビーとか、ちょっとベージュとか、そうですね、でアイテムで言うと軍物のジャケットとか、うん、MA1 とかね、ちょっとカーゴパンツとかってあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そこをズバリでミリタリーですよとかって言っちゃうと、うん、やっぱ解釈の仕方の幅が結構広がっちゃいそうなので、うん、あえてイタリア語表記でちょっとミリターレと言わせていただいたんですけれど、早速写真の方ですね、はい、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、この辺は色の解釈ですかね、うん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 、ミリターレ、まあ、ミリターレって全体、まあ、ミリタリーのイタリア語なので、まあ、ミリタリーというテイストの捉え方なんですけど、例えばイタリアものを取り入れたミリタリーファッションみたいなことですかね、大きく言うと、なるほどね、色味も含み、着方も含み、アイテムも含み、だからこの人とかは、オリーブのカーキのセットアップ、うん、でこの人もそうですね、
結構鮮やかな、そうです ね、グリーンの配色トーンとかもいろいろ出てきたりして、面白い、うん、で例えばこの人とかは本当だ、分かりやすいです ね、ちょっと去年あったサファリみたいなのを彷彿とさせるようなコーディネートなんですけど、まあ大きくこうミリターレとかでくくっちゃうと、まあ足元はさカジュアルというよりも革靴で、そうなんですね、足元はね、外してたりとか、こうページのセットアップでシャツもちょっとこうポケットがね2つ大きめのポケットがついてる、ちょっとサファリディテールというか、でこういうところがちょっとこうファッション度も高く、なるほど、かつミリタリー要素も入ってますよみたいなところですかね。あとこういうのもサファリジャケットとかはね、サファリジャケット去年もでしたね、ですね、うん、でも引き続いてますその辺は、うん、なるほどね、うん、ただサファリっていうなんか一個のキーワードとかよりは、うん、もうちょっと広がった感じですね、ミリターレという言葉によってなんかサファリね、ミリターレ、爽やかミリターレですね、あそうかもしれないですね、なんていうの、なんかコテコテしてないというか、そうです、すっきりスマートな、スマートな感じミリターレですね、だからミリタリーのその土臭さというか、うん、男軍物というかね、うん、男臭さみたいなのが、うんうん、そのイタリアっぽさを入れることでちょっとスマートになってるというか、きれいめに振られているというちょっとイメージで、うんうんうん、あえてこうミリターレという言葉を、なるほど、入れさせていただいたわけですよ、なるほど、イタリア伊達男がスマートに着るミリタリーみたいな解釈ですか、あ眠い、いや眠くないです、眠くない、大丈夫、はい、大丈夫です、この辺はだから、はい、ズバリなアイテムあるじゃない、カモから、うんうんうん、これをちょっと例えば態度アップしてネクタイをするとか、はいはい、うんうん、ちょっとそういう合わせも、なるほど、うん、なんか笑顔が素敵、やっぱ結局そこに行くんですね、はい、お顔、本当だ、態度アップして、お顔さん、そうですね、これもサファリジャケットに態度アップみたいな、うんうんうん、いいと思います、よろしい、はい、OK です、わかりやすかった、素晴らしいね、2つ目が気になりますね、あそれでは2つ目このミリターレからの2つ目でいきましょう、デレン、あラグジュアリーリゾート、そうですね、まあちょっとあえてリゾートを括弧にしてますが、まあリゾートっていうのは、うん、ねえ、今までもねありましたよね、うん、うん、今までもリゾートみたいなことはありましたよね、ありました、リラックスリゾート、そうです、リラックスしてる雰囲気とか、今回はラグジュアリーリゾートなんですね、そうですね、うん、どちらかというとそのミリタリーみたいなちょっと男臭さ、土臭さとはちょっと真逆っぽいかなと思うと思うんですよ、うん、ラグジュアリー、そうですね、どちらかというと、うんうん、まあ、じゃあ写真見た方が分かりやすいですかね、そうですね、うん、ちょっとやっぱりリゾート地を彷彿とさせるような色使いとか着方とか素材ですか、うんうん、これとかこの2人とかで言うと、うん、さっき出てたストライプ多かったですよとかっていう柄あるじゃないですか、そこはしっかりと取り入れてるんですけど、例えば素材がシアサッカーとか、夏の素材としてはもう代表的なシアサッカー、わかる、わかりますよ、わかります、わかります、そうシアサッカーリーネン何度も紹介しましたからね、また増えてきてるかなと思います、特にシアサッカーの例えばジャケットセットアップ、この辺のバリエーション出てきてるのと、まあ、リネンはもう夏の代表格ではあったりするので、そうですね、気持ちいいですもんね、着てて、うん、さらっと1枚で、やっぱりそれをラグジュアリー、ちょっとこうカジュアルすぎず着こなすというか、例えばカットソーなんですけどベストを挟んで着てみるとか、まあ、この辺とかも秋山さんっぽいですね、これもだからさっきの言ってたブラウンスーツに、そうですね、あの中は、解禁シャツの柄、まあ、プリントシャツですかね、このプリントシャツっていうのもすごい多く出てきてるので、で小物で少しラグジュアリーに見せてあげたりとか、この靴もちょっとこうオリーブ系、そう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 、気づきましたよ、ね、だからちょいちょいこういうところで、あらこれもほらプリントシャツ、なるほどね、結構じゃあプリントな、うん、シャツはシャツが流行るのかしら、ええ、割とみんな中に、ね、入れてますね、そうですね、さっきそのストライプ、うん、ブラウン系まとめたの見せたんですけど、うんうん、そこにもう一つ加わってもいいぐらいですかね、うんうんうん、プリントシャツ、なるほど、アフリカもそうだしジオメトリック系とかもそうだし、うん、ちょっとボタニカル系、うんうんうん、で言ったらストライプもプリントシャツ、うんうんうん、ガラシャツとしてだったりするので、あとねこういうボーダーとかね、あーボーダーね、ちょっとマリンっぽい、面白いですね、ボーダーとこういう太なんていうの、ちょっとマリンなんだけどマリンじゃないよみたいな、ここがだからラグジュアリーだったりするんですよ、うん、ボーダーのそのマリンテイストみたいなのって、うん、ちょっとこうリゾートっぽさとか想像させるんですけど、うんうん、あえてそこに金ボタンのこのダブルを合わせてるあたりですか、うんうんうん、とかはちょっとそのラグジュアリー
要素を入れてるという感じですかね。おしゃれですね。これもいいじゃないですか。うん、おしゃれ、うん、かっこいいねこれはね。だいぶ胸元が開いてますけどね、はい、スカーフ入れて、スカーフ入れて、やっぱないとねちょっとはだけすぎちゃったりする。だからね、こういうネッカチーフとかもそのラグジュアリー感出すにはすごくいいと思いますよ。確かにね、うん、ティムさんは今日もネッカチーフというか何スカーフカレー、はいはい、スカーフをねしてますけど、だラグジュアリーなちょっと、うん、挿入柄もね流行ってるのかな。流行ってます ね、はい、なるほど。まあ以上でラグジュアリーリゾートっぽさみたいなのはラグジュアリーリゾート、はい、まあ、この2つのキーワードが今年春夏にちょっと入ってきましたよみたいなところじゃないですかね。まあなんか大きくガラッと変わるってよりかは本当にもうちょっとずつ、あ、そうです、大きい枠でこう進化してる感じがしますね。足していける要素ではありみたいなところですかね、まあ、広瀬的に言うとどれがいいですか。はい、私結構ねあのミリタリージャケットに、うん、あのシャツでタイドアップっていうのも割と好きです。あ、さっきあったね、日本の方はあまりやんないかもしれない、やれないというか浮いちゃうかもしれないけど、ね、結構好きかも。ちょっとファッションになっちゃいますもんね。まあそうです ね会社にとかそういうよりは休みの日の遊び着 でもまあネクタイだからどっちかというとやっぱファッション寄りになっちゃうんですかね、うん、ネクタイしてミリタリージャケットとかは、まあかね、うんうん、でもそういうのは新鮮だと思いますけどね、うん、いやかっこよかったです。すごく女子受けはすごくなんかガチガチじゃないあたりがいいのかなと。そうなんですよね、うん、ガチガチがちょっとどうしてもね型にはまらない、苦手なので。そうです、はい、すいません。ティアモラモーダ、いやー 2019SS はどうでしたか。なんかやっぱ、うん、うん、いいですね。いいですか、うん、っていうかもう気分は気分もう気分が春夏になりました。ありました、はい、まだまだね今寒いですけどね、はい、1月ですけど、うんうんうん、もう春のね、はい、準備をし始めるということでもう1ヶ月ぐらいしかないの で、いやもうなんか準備したいなって思いましたね。ちょっとこういうアイテムの仕入れをまたね、なんか女の子でも挑戦してみてもいいかも、うん、ちょなんていうのちょっと雰囲気のあるミリタリーみたいな。ぜひね、その多分ね、スカーフとかさちょっと足すだけで表現できるかなと思うんですよね、うんうん、この辺 の、ね、テーマの中に、うん、だから大きく変える必要はないんですけど、うんうんうん、ちょっと色の選び方とか、うん、こうちょっとストライプ入れてみようかとか、うんうんうん、ブラウン系を買ってみようかとか、うんうん、ちょっとミリタリー意識してまとめてみようかとか、いいです ね、そういうちょっと変化でいけるので、うん、ちょっとこの春夏は楽しみですね。幅広がったぜ。多分だから女性が好きなテイストだと思いますよ、うん、すごく良かったです。ガチガチ系じゃないんでね、はい、でですよ、はい、うんうん、このね春夏のこれを頭に入れといてほしいんですけど、はい、私来週からまたピティに行ってくるので、あ、出張に行かれる。そうです、秋冬ですか。秋冬ね、はい、うん、仕入れとまたトレンドリサーチをしてまいりますので、また例えばねこういう去年こうブースに行って撮ってきた、うんうん、これだから去年の6月ちゃんと仕事してますね。6月、こういうのはだからあのさっきのスナップと違って、すごい、本当だ本当だ、ちょっと色がポップですね。そうそうそう、僕がこれね例えば、ブースに入って撮ってきたこれ去年のこうなんていうんですか、トレンド、こういうブースがいろいろあるってことですよね。そう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 、その中からピックアップしてきたってことですよね。そうですそうです、うんうん、だからそういうの見ると本当にブラウンがいいなとか、あ、本当だ、うんうん、黄色とねネイビーのこの来年の黄色とネイビーとかこういう、あ、だから今日も金、あ、そう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 、こういうねゴールドとネイビーみたいなね、そうこういう組み合わせがね、うん、ちょっと良かったりする、ね、差し色でね、こういうところで見て良かったものをピックアップして、うん、そうですそうです、ね、そうですそうです。でやっぱりティアムさんの本業は私の本業はねそうなんですよ。だからちゃんと仕事をしてますよっていう模様を、なるほどね、ここ美女ばっかり見てないぞと、あ、美女も見るんですよたまに、あ、美女もね、はい、結構時々はいいけどね、結構いい美女がいるんですよたまにちょっとアドマチック天国みたく、はい、あ、美女図鑑、現地の 美女図鑑、そう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 、やりたいですね。ふっふっつって、お、どうですか、素晴らしい、うん、いい案いただきましたねというのを、はい、ぜひちょっとやろうじゃないかと、素敵じゃないですか、私たちも思ってまして、うん、今回はですねなんとあのこの番組の名物ディレクターこと、はい、うんうん、ササディが、うん、笹本さん同行しますので、あら、ピティに、ずるい、ピッティに同行しますので、ピッティデビュー、ピッティ D、
PTD ですか。 PTD になりますね。ついに、はい、PTD になりますので、魚も笹本よ、魚本ですね、魚本さんですね、はい、魚本さんに次からねなるということで、あ、まあ、こういうね、分かりやすいトレンドとかを写真にまた収めてきて、なるほど、でかつちょっとね、うん、動画でねなんかレビューとか、そうですね、せっかくだからその動画でちょっとライブ感じゃないけど、うん、出せたらいいなとかは、ね、その場の雰囲気が伝わりやすいように撮ってきていただければ、そう思ってますので、皆さんもっと分かりやすいですね、ですよね、うん、なので、ちゃんと私もちゃんと仕事してきてください、ね、仕事してんだって、はい、それをだから証明してもらおうと思って今日じゃねえや、今回同行してもらうんですよ。あ、照明のために一人ディレクターを連れてくるなかなか手の込んだ、いやもうじゃないと信じないでしょうよ、その仕事してるのとか。信じてますって。だこういう写真もたまには撮るんですよこういう写真とかも遊んでますね。ちょっとここのお二人出していいかはちょっと許可取ってないのであれなんですけど、初先輩たち、はい、初先輩方、弊社のね初先輩バイヤーお二人も、まあ、ちょっとこういう佐野さんですよね、はい、佐野さんと、はい、渡部さんですね、弊社のちょっと、まあ、こういうこともそうです、うん、水着美女がいたらやっぱ撮りたくなるのが、待てざるを得ないよね、はい、撮りたくなるのが男性なんで私も、まあ、まあまあ本気ですよねこれは良かったね、すごい良かった。じゃもういいですか。あ、いいです。私ちょっと出なきゃいけないんで。あ、そうですすみません、あ、ガチのやつですね、はい、すいません、ガチのやつです。ということで、2019の春夏ピッティトレンド大予想、はい、これにてお開きということで、はい、ぜひ皆さんこれを参考にしていただいてね、そうですね、自分のねファッションに取り入れていただければ、うん、はい、またちょっと細かいアイテムとともにご説明していきますので、うん、いいですね、ちょっとこれを片隅に入れといていただくという、片隅になんかやります。2019年本当考えないとダメですねちょっと考えてほしいです ね、なんかそのうまい決め台詞みたいな。お、じゃあ最後に決め台詞を今年の、うん、いや次からにします、意気込みを次からにします。大丈夫ですか、はい、ヒロシさん次のお仕事があると思うんでね。いや本当に、はい、そのティアモに時間かけられないですからね、平野さんね、売れっ子なんで、ね、いや最後の最後で言わないでこんだけ時間使っといてね。そうチャオチャオ、2019年もよろしく、ね、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。このイメージが今日やっぱコティアモというか、はい、やめろよティアモさんだとやりすぎなので、うん、皆さんでも来やすいようにおばあたーにゃってやってもらっていう、え、聞いたことある、聞いたことあるぞ、なんか